では早速記事をご紹介してまいります。ちょっとバックしていただきます。絵本なので子供柄かと思いきや結構アーティスティックな柄が多いのでぜひ子供だけじゃなく幅広い世代の方々にご紹介をしていただきたいブックでございます。ではまずあとこの方女性の絵本作家さんフラン・プレストン・ギャモンさんの記事からご紹介させていただきます。この方はいろんな動物の暮らしを描いておりましてまずは北極のクマたちの世界です。お願いします。まず最初の記事こちら、広幅のシヤー生地なんですが、フィルクーペを使っていましてフリンジが出ております。ふわふわと雪のようなさらに、白クマの毛のような可愛らしいフィルクーペがついております。フィルクーペというのは、糸をですね、ピンとピンと切っていく手法のことです。そしてその海を楽しげに泳ぐ魚たちが玉虫色に光る白プリントでプリントされています。こちら広幅のシヤー生地です。そしてこの北極の主役シロクマさんです。コットンリネンジにウール、リサイクルウールでできたクマちゃんがアプリケでつけられています。そして北極の仲間たち最後は、プリントされているシロクマアザラシ一角魚の群れが一緒に泳ぐサーフィンをしている様子という作家さんのコメントでした。はい、こちら 100% コットンの、138センチ幅の生地でございます。これが白クマの世界でございました。はい。